アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。赤コーナー赤いグローブ青春塾寺崎直樹、そしてこちら青コーナーです西賀喜左衛門。はい、今第1ラウンドのゴングが鳴らされています。アンダー 63kg 初代王座決定トーナメント1回戦、ここからスタートします。長い距離の前蹴り寺崎が放っていきます。それに対して強いハイキック左は西賀喜左衛門。さあこの戦い、まずどちらからと言いますと寺崎からですね、明らかにテーマ公表しましたね、公言しました。同門の石川直樹選手が競馬のトーナメントで西賀選手に試合前からいろいろ言われてプラス負けてしまって、そのジムとしてのリベンジっていう意味も含めてやっぱこの試合組まれたと思うんで、すごく寺崎選手にとってはテーマのある試合ですよね。本格化したと見られている寺崎、昨年の4月7月倉持岩尾戦アキラ戦と打ち合いの中で、いや光を増してきましたよね。本当にこうクラッシュのこのルールが合ってたんだと思いますね。持ち味のパンチの打ち合いっていうのはその中で勝つっていうそのスタイルをこう完全に見せているので、この試合でもパンチの打ち合いに持ち込みたいところでしょうね。さあそれに対して喜左衛門です。青春塾の選手ってぐらいかななんていう風なコメントもありましたよね。ただ本当に喜左衛門選手強くなりましたよね。そうですね、この上体の筋肉盛り上がりなども一段と増したように見えます。本当はこう動きとか体つきに力強さが出てきましたよね。空手基調の蹴り技があります。クラッシュ初参戦。さあサイズ差ということになると5センチあります。上回っているのが174センチの寺崎、ここはスウェイバックしてかわします。ただ距離感が合っているのは西賀選手の方かもしれないですね。ああそうですか。手をこうブロックとかパンチだけじゃなくてこう伸ばすようにして相手の距離を測ってバックステップしたりするんですよね。これをやられると相手としてはその手が邪魔になってなかなか前に出てこれなくなりますからね。そしてこの足を払っていく攻撃ですよね。これも対応してきます。こういうこう間を制する力っていうのは西賀選手すごくいいんじゃないですかね。それはやっぱりその空手時代から培ってきた部分なんでしょうかね。それもあるでしょうし、やっぱりそういうことを意識して練習して試合もしてるんでしょうね。左のボディへの蹴り、喜左衛門が放っていきます。そしてもう一度こう上のパンチを見せてから、うまいですよね今のも。いやこれは寺崎嫌でしょうね。ガードもしっかりなされています。ここも払おうとする縦蹴り、左のハイキック、バランスを崩しました。寺崎大丈夫でしょうか。21歳です。対する寺崎が31歳。またこのクラッシュの戦いの中で世代闘争という面もクローズアップされますよね。55キロトーナメント60キロトーナメントの1回戦もまさにそうでした。本当にあの若い世代がもう完全にこう上の世代を食ってますからね、ここまで。そしてその前日の2つのトーナメント1回戦との内容勝負にもなるんですよね。さあ喜左衛門、寺崎の左肩ダメージはどうか。右のパンチを見せてから足を払っていく。さあ間合いなども含めて中村さん、このラウンド何か変化は見えますか。まだそこまで差はないと思うんですけど、やっぱりの寺崎選手の左手ちょっと気になりますね。ここもなかなか前には出られませんね。逆に喜左衛門のローキックが鋭い。左インロー、右ローを返す寺崎、パンチでは喜左衛門か、左ハイキック、さらに蹴りの、はい、西賀選手蹴りのイメージが強かったんですけど、このラウンド結構パンチでどんどん前に出てますね。そうですね、
プロキャリアという点になりますと、喜左衛門の方も大和哲也戦、イ・ソンヒョン戦と連敗しています。ここで一つ返したい立場なんですよね、はい、ああそして中村さん、喜左衛門がもうほとんど動きを止める場面がありますね。そうですね、ちょっとあの寺崎選手の動きがもう見えてきたんじゃないですかね。あ見切ってこれ倒れ際は危なかった。アンダー63キログラムの初代王座決定トーナメント1回戦です。強い右のさらに左右のパンチ、青いグローブ喜左衛門、はあ、明らかに1ラウンドと比べると寺崎が制裁を買いと言いますよね。そうですね、本当にもし左のパンチがあんまり打てないんだったら、かなり厳しいですよね。リードジャブがつけないわけですからね、まず一つ最初の武器が取られたということになります。逆に喜左衛門は左の攻撃がいいんじゃないですか。あの那城選手もそうでしたけどジャブが伸びますよね。ジャブそして左膝ボディへ突き立てていきます。中盤の第2ラウンドバックスピンキック、これは足を立ててカットしましたがすぐに右のローキックです。あ今左のリードジャブを出してきました。でもちょっとスピードはないようですね、はい、寺崎右ボディ、さあ相手のダメージを探るかのようなローキック、左右左喜左衛門です。まあ、本当にうまく相手の動きを見て空いてるとこ空いてるとこ攻撃で狙いますよね。竹島会長を含め全員がもう必死の形相です。寺崎直樹君のためにも、そして同門寺戸信近もトーナメントで55キロリミットを破れていますからね、はい、寺崎しかいません。この戦いの前にさらに同門山本優也は鮮やかな勝利を収めています。続けと寺崎させるかと喜左衛門、最終ラウンドです。まあ、本当にもう寺崎選手はもうガードを上げて前に出てなんとか距離を詰めたいところでしょうね。ここにも、はい、その思いが見られます。これは尻餅をつきましたが喜左衛門のダウンにはなりません。例えば左の肩腕を痛めていたとして、まあやっぱりあの今もどうでしたけど飛び膝とか、はい、右の大きいパンチで一気に距離を詰めるっていう、まあ、そういう攻撃じゃないとなかなか距離は詰まらないかもしれないですよね。また喜左衛門のガードも硬いですからね、はい、そうですよね、この距離を取るのがうまいんで、やっぱやりにくいですよね、はい、これもそうですね、ワンツースリーまで見ています。飛び膝左のフック、今左右左ましたね、寺崎を捉えています。寺崎も必死の右リーチさ、コンパチさて言うならば寺崎、しかし間合いで喜左衛門です。あここもボディを打たれた後喜左衛門がすぐに返します。右、いや身長差はこのラウンドも喜左衛門感じさせませんね、はい、さあ第3ラウンドの中盤を過ぎています。早く早く突破口を見出さなければいけないのが寺崎ということになりますね。ただその出場のくじくのがうまいんですよね、佐賀選手が。左リードジャブアッパーを見せてから左で入るのが寺崎、まあ、ここまでは行きたいですよね。まずはここも右のパンチ伸ばしますがすぐに蹴りを返す喜左衛門です。右ロー、このローキックもなかなか強力じゃないですか、はい、そうですね、あの体がぶれないんですよね、佐賀選手は、上半身がしっかり伸びてそこからまたパンチと蹴りが返ってくるんで、すごく軸がしっかりしてますよね、動きにパワーを乗せる蹴り喜左衛門です。さらに左ハイキック、ここも縦蹴りのモーション寺崎前へ出てくる、ややスピードが殺されたか、体の各部署が赤く変色してきています。
そして、はい、今のこかしもうまいですよ ね、 そうですね、ちょうどこうタイミングをずらして攻めて遅くというか、はい、心にくいばかりの攻め。膝右衛門右ストレートから左のボディ、さらに右ストレート、最後にロープまで押し込んだところで戦いを終えています。明らかに悔しそうなのが寺崎、なかなか木左衛門のペースを寺崎が崩すことができませんでした、はい、そうですね、本当にうまく1ラウンドから3ラウンドまで最後に自分のペースで試合を進めましたね。さあ判定30対29、青サイダ1ポイント差、30対28青サイダ2ポイント差、3人目も差がついています。判定は3対0、1回戦まず最初の勝利をものにしたのは雑賀喜左衛門です。明けましておめでとうございます。大阪から来た雑賀喜左衛門です。次はちょっとやりたいやつ言うんですよ。俺こうやと俺負けちった韓国人の子と、まあ、どっちが出すか分からないですけど、あれ決勝でやりたいんですけど、次の試合、まあ、まだどっちかつか分からないけど、田中選手と梶原瑠璃選手、僕昔ドラゴン道場にちょっとお世話になった時期があって、その時に瑠璃さんに可愛がってもうから今俺どのくらいの実力なんかっていうのも分かりたいし、次瑠璃さんがあったら俺と瑠璃さんちょっと試合やりたいんで、よろしくお願いします。もともと格闘技が平和だけじゃないし、フラッシュもいろんな団体あるけど、もっと格闘技盛り上げて、格闘技一本でみんな飯食っていけるようになりたいから、みんなで盛り上げてガンガン格闘技楽しくバチバチ殴り合っていきたいと思います。